方々に、お話しさせていただくのは本当に、光栄でありますように、本当に、先月の極みだとは思っております。がしかし、私の素人なんでございますので、いろいろ間違いがあるかとは思いますけれども、まあ、山田家ほど清和源氏の中で長く続いたという理由はございませんので、その話をさせていただきます。それではもうお手元に、座らなくて、原稿のようなものをお配りしていると思うんですけれども、要は清和源氏の中で、最後まで続いたのはその、山田家、だけだと言っても過言ではないのです。なぜかというと、それは話していくうちに、より分かると思います。とにかく清和源氏、といいますのは、ご存知のように清和天皇家というところに、いろいろ学者がおりまして、星野教授は、清和天皇の次の57代行政天皇の、後だと、いうようなことを、おっしゃっていますけども、いろいろ説はありましても、どんなケースを見ましても相変わらず、清和天皇の第六王子、忠純親王、第六王子の子供であるから六尊王というふうにして、源常本、常本はもちろん、平将門の乱の時には常本王で出てきます。そして5年後の、藤原住友の乱の時には源の常本と名乗っております。副摂統使で、つまり討伐軍の副大将というわけですね。ですから歴史上にずっとこの源常本という人は、出てきますので、まず間違いのないことです。そういうこともありますし、それどころのことではないですね。常本というのはもちろんその平将門の乱と藤原の住友の乱の間で、どの時点かは知りませんけれども、親戚に降下して、清和源氏の、初代と成り保ったわけですけれども、前半は平将門の乱の時には、常本王で出てきますから、2代目、本当は2代目というべき三中公ですね。私は万中さん、万中さん言っておりますけど、多田神社に祀られております。で、多田神社の三中公を普通の方は初代、清和源氏の初代と一代目と思ってらっしゃるけども、その前に、お父さんの常本は源常本と名乗っておられますので、二代目というのが正式だと思います。で、三中公の系図を、そうですね、三中公の方に取りましょうか。そしたら、6ページを見ていただきましたら分かりますように、左側に清和天皇と書いて清和源氏の系図がずらっとあります。で、定純親王、その次が、常本、六尊王と書いてありますね。この六尊王は京都駅に参りますから、京都駅の 800m 西へ行きましたら六尊王神社というのがありまして、もともとは倍ほどもあったんですけど、新幹線に土地を取られまして半分ほどになっておりますけど、この常本公、常本を祀ってあります。で、その、三中はその長男ですね。で、これが多田神社に祀ってある三中公の、その次がまだ来光とか、いろいろありまして、山田家はその3番目の頼信から出てくるわけですけども、で、どっちが本家かといいますと、その理屈から言えば、一番上に書いてある来光、いわゆる源の、頼光ですね。これが本家であることは位が全然違うんですね。これどういうことかといいますと、ご存知の方はご存知でしょうけども、驚くべきことに、この藤原の道長がご存知ですね。御堂関白道長といいまして、栄誉栄華を極めた、この世は我が世とどうも松戸の方にかけたることのなしと思うよという歌を作ったぐらいですから、俺の思い通りにならんことはないと言うている人、この人がしょっちゅうその、源の来光の家へ、行くんです。理由は何かと言いますと、その道長の兄貴の、兄の、
在所道綱という有名な本がありますけどね、母親が書いたね。その右大将道綱がの妻は源の大公の娘だった。ですからその右大将道綱はまあ通い婚というか通い婚じゃなくてもずっとその源の大公 の家に住み着いてたんですね。ですからまあしか道山はじゃあ何しに行ったんかいな、いや兄貴を慰めに行っただけのことで、その道綱はまあ夫婦といいますかね、まあ右大将やっとりゃ、大したもんだということになるんですけど、右大将、大将、左大将もおりますからね、それからまあ、つまり大臣になっていくわけで、まあ、その一歩手前のところで止まってしまってるから、まあ、まあ、不意に思って行ってたんでしょうけどね。で、そういう関係がありましたから、この来光というのは、驚くべきことに、その金利、まあ、金利仕事も言ってますけども、普通はこの辞書なんかで調べますと大内守護と書いてあります。大内とは何か言いますと大大臣のことですね。まあ、お分かりですかね。その大大臣、上は1条から下は2条まで、そして東は、大宮大内、西は西大宮大内の中に囲まれているのが、いわゆる官庁街ですね。今で言いますとね、大蔵省とかそういう、もちろん小内とかいろいろありますけど、もありますけども、まあ、とにかく官庁街を守れという、おかしな話でしょ。その兵隊はその衛門府やとか兵衛府とかいろいろあるから、そいつらを守っているんだと思うでしょうけど、もうこの頃は兵隊はもう、その朝廷の力その兵隊を養っとるだけの力もないんで、まあ、この辺はちょろちょろちょろと、おりましたけれども、まあ、そういうわけで、その金利の、その守護を任されたのは第一位、その故障が、頼光は金利守護、大内守護という、まあ、役職なんです。それは頼朝の代に潰れてしまいましたから、頼朝じゃなくて間違い、承久の乱の直前に亡くなってしまった。でもうほとんど知ってる人は、まあ、ありませんので、まあ、いわゆる、そこの系図の、来光の 系図がその、まあ、あんまり、バッとしないのは、まあ、そういうことで、要するにはっきり言いますと来光の系統は位はものすごかったんです。中南号まで行けますし、小2位まで行けますから、まあ、すごかったんですけれども、その藤原氏といつも組んでおりましたので、その藤原氏が滅亡、まあ、衰退するのと同じように、それにつられて一蓮托生で、まあ滅んだとは言いませんけれども、まあ、今テレビで出てきますね、源三味頼政というのがあります。出てきます。息子に突っ込まれて、なんで頼朝と行動を伴いにしなかったんで、平治の乱で、平家の保有についてしまったんで、なんやかんやで息子から怒られてます。その時に、いや一緒に、義朝ですね、義朝の方についてたら、源氏は、まあ、全滅するから、だから、まあ、源氏の上等手段としてその敵味方に分けておくのだ、これが、源氏の政府は源氏の上等手段なんですね。で、テレビでもやっておりました、その方言の乱の時も為吉、は息子をほとんど連れて、まあ、上皇方崇徳上皇の御所に詰めておりましたけども、その義朝だけがただ一人、後白河天皇の方に味方した。これはもうテレビでは親子喧嘩したようなことを言うてますけどね、そんなことはないんで、これはいつもの源氏の上等手段で、敵味方に分けておかなければ、そんなも天皇同士が争っているのに、天皇、まあ、上皇と天皇ご兄弟なんですけども、争っているのはどっちが勝つかは全く分からない、常に、敵味方に分ける、これはもう上等手段なんですね。それはもう先祖前代、要するに源氏のやり口ですから、決して喧嘩しとるとか、テレビはその理屈するためにわざわざ喧嘩しているような場面ばっかり映してますけど、そんなの嘘っぱちです、作り話です。まあ、それはどうしても言うとしまして、
その、まあ、やられたのはもう、ね、鎮西八郎為朝が言いましたようにその、そんなの用地した方が勝ちだと言ったのに、まあ、アクサフといいますか頼長がね、藤原の頼長、これがそんな卑怯なことするなと言うて止めましたもんで、それで負けてしまった。義朝の方はまあ同じように用地したもんが勝ちだということを言いましたら、新税がそれを取り上げて、でやれっていうわけで用地をやったら取る勝ちになってしまったということですね。まあそういうやり方で、その代わり為義以下ほとんどの子供たちは皆打ち首、ということですね、斬首されましたから、まあテレビに見ておられた人は分かったと思いますけど、父親の為義すら殺されたわけですね。天皇は、後白河天皇は義朝に 父であっても為義を殺せという命令を出されましたから、それは致し方のないことで、もう常に、そういう、名前がわからないとかおっしゃってますけど、そういういきさつなんです。全てその代々ほとんどそういうことが起こっているわけですね。で戻りと言いますけど、今テレビで出てきたら源三味頼政ね、源三味いうのは、まあ、ある人なんかはその三味になったのは平家や清盛に味方したから三味をもらったんだと言いますけど、とんでもない話で、ここの系統は前にも言いましたように小2位まで行けるんです。だから現在三味、十三味でしょうけども、そんなのまだ低い方でね、まあいうことです。で、そういう、まあ、そういうことですから、まあ、三中頼信はだから三男の系統なんですね。しかし、こっちが将軍最後に、頼朝を出しましたものですから、そのこっちが本流のように見えますけども、来航のところが本当は本家なんですね。そして、経緯はその頼信が平の忠常の乱を平げで、頼義はその息子の頼義は全9年の役を鎮圧し、まあ、安倍晴明の乱ですね。で義家は5、3年の役を平らげた。これは出羽の国、まあ、義家が出羽の国のその前9年の役の手柄として義家は出羽の国の国司を、まあ、任命されてましたから、それで、まあ、清原の乱ですけども、清原氏のね、そういうふうに、この時にその関東の兵といいますか、反八州といいますのはもうほとんどが平家の兵士なんです。ですからその、源氏は大将として出て行ってますけれども、下に下がっているものはほとんどがもう平家 の分家です。要するにですから源平の戦いになると言いながら、実はその平家同士の戦いみたいなもんですね。大将こそその源氏の頼朝やとか義経とか言うてますけども、まあ、そういういきさつがあります。でそこを、まあ、義家が大活躍したために、その関八州の平家の、まあ、子孫たちは、要するに義家の時にどのぐらい働いたかいうのが自慢話なんですね。で義家を知ってるかとか、そういうことだけのことなんですね。でまあその後、義家の長男は義信義親といいますけども、まあ、これはちょっと不祥事を起こしましたので、為義が、まあ、義家は為義を子供として、養って、その代わり為義は京都から出してもらえなかったんですね。でもう本当に一番遠いところまで行ったのは伊吹山で、ちょっとまあいろいろこれも源氏同士の合戦になるんですけど、まあ、そういうことを言うとややこしになりますから、まあ為義はとにかく外へ出たことない。ですから、その位は非常に低くって、その、次元人といいまして、御所へ来た時にいつも座らされておりましたね。それは位がないからですね。まあ、6位御所の上、板の、まあ、御殿に上がれるのは5位以上です。ですから、まあ、クロードは6位でも上がれますけども、それ以外は、もう地べたに座らされるわけですね。
で、為吉も義朝も、まあ、テレビでは義朝はちゃんと御殿に挙げてもらっておりますけども、本当はその保元の乱の時の保元物語というのがありますね。それを読めしたら、その地下に座らされておりまして、その上皇の崇徳上皇の御所を攻める時に、もうこれで最後やからその上へ上げてくれと、で、まあ、馬の神、十五位芸人にしてもらうと、その木座橋階段ですね、でトントントンと上がって、まあ、半分ぐらいで、降りてこれで満足と言うて出陣していったと、まあ、書いてあります。しかしあのテレビでは初めから御所の中に入って、まあ、意見は伸びておりますからね、まあ、まあどっちが本当なのか、それは平治物語の言うていることが正しいのか、それよりも私には分かりません。まあ、そういうことで義朝は今度は平治の乱でその平清盛と戦って負けてしまいますので、まあ、あとは頼朝が継ぐというわけですね。まあ、どの代、見ましても疾風怒涛といいますか、もう本当に艱難辛苦の人生を歩んで、生き抜いて、まあ、最後は、頼朝がその天下の主となったから よしいようなものの、もうあれで、本当だったら滅びていたかも分からない、まあ、とにかく武士ですから、その公家の連中はね、なんぼでも戦はしませんから、ちゃんと残っているわけです。武士でこれほど長くまで、まあ、生き残ったといいますか、歴史に残った家は、まあ、ないわけですよね。で、頼朝といいましても、その実は三男でしてね、まあ、次のところで読みますけども、まあ、じゃあ次に行かせてもらいますか。まあ、一方、八幡太郎義家の三男、義国は、ゆえあって下野の国の足利の将に流され、まあ、重視と書いてありますけど、島流しのようなもんです。で、二次を設けて兄を新田義重、弟を足利の義康と言います。で、新田義重公は神津の国へ出て、新田の将を領有し、地名を持って討ち取した。晩年に至って、頼朝の挙兵に際し、三男のと書いてありますけど、山中親白井信義先生は長男だと書いてくれてますけど、まあ、よく分かりません。まあ、なんで三男と私書き直したかと言いますと、その持ってきた資料のですね、孫悲文脈11ページを見てもらいますと、孫悲文脈に、山中義信公は、三田太郎三郎、五山中三郎と書いてありますんでね、まあ、大体孫という文脈は間違いないというふうにされておりますんで、東大資料偏差書とか、まあ、そういうところに、まあまあまあ、まあ、まあそういうことになっておりますんで、まあ、権威のあるケースですから仕方なしに私も三男のと書いたわけですけども、本当は長男ではないかと私は思っています。まあまあそれは OK な、でその頼朝に、禁じ制しました。その理由はですね、ゆえんは何でかと言いますと、頼朝の長家と言いますのは頼朝は三男ですから、一番上の長男、一番上の兄は、有名な悪言家義家ですね、木曽義仲公の お父さん義方を討ち取って、源氏の宝刀を取り返した、まあ、悪名高いというのはあるんですけど、まあとにかく暴れ回った人で、この人、まあ、平治の乱で負けて、逃げるんですけども、途中でやっぱり、清盛に憎しで、取って返すんですね。で、清盛を討たんとして狙っておりましたら反対に捕まってしまいまして、六条河原で打ち首獄門で、その獄門を、獄門の首をですね、獄門に出してある首を、この新田義重の娘、すなわち、義平の妻は、夜の間に盗み出して、群馬県、いやいやいや、
高槻の国へ帰って義平寺を建てて、弔うわけですね。私も義平寺へ行ってみましたけども、正門の方を広い門があるのに、こっちの方の縦口のような門のね、僕が入ったすぐ左手にこのぐらいな源義平の墓とだけがあって、自然因子にそれ掘ってあるだけのことですね。まあそういうようなことで、まあ義平のことなんかご存知の方はよっぽどよう勉強したんです。で次男は友永ですね、逃げて、途中で関ヶ原でね、まあ青墓とか言ってますけど、まあ、とにかくあそこでもうあまりにも傷が多いもんですから、結局父親に殺してくれ言うて、で父親が殺して弔ってやるから言うておいたのに、ね、義朝はあそこの、何半島でしたか、長田に撃たれましてね、まあ鎌田の次郎と一緒に、まあ、死んでしまうわけですけども、まあまあそういう、まあまあまあちょっと往復としまして、まあ、そういうところが源氏の本流ですね。で、まあ吉野利口の方に移りますけども、吉野利口はその山名を名乗っておられるんですけども、源平の騒乱に対抗を与えて平家追討の褒章に伊豆の神に任じられました。でこれは源氏、いわゆる源氏頭領6人の筆頭として書かれております。吾妻鏡、これは北条幕府が、書いた幕府の記録ですけども、ずっと日付まで全部書いてます。要するに、古事目があって、その文書、まあ、書き写しの書類ですね、今日到来した、今日到来、源氏多くを持って、朝恩を受けたまま、いわゆる伊豆の神義典、山名義典公が一番先頭に書いてあります。でずっと書いてあって、まあ三つ目に書いてあるのが、上総介義兼、これ誰のこと書いてある、足利のことですね、これはだから二代目、義康の次いうのは義兼であったということが分かりますね。で一番最後に書いてあるのが、6人のうちの一番最後に書いてあるのが伊予の神、義経、義経が一番前に来るぞと私は思いますけど、義経が一番後ろに書いてあるのは頼朝はだいぶ嫌っとったというようなことで、でこれは頼朝の上奏による、関白九条兼実の日記、玉葉によればですね、まあ頼朝が、まあ、言うてきたから仕方なしに任命したんだというようなことを、書いておりますね。まあそういうことです。で、まあ、頼朝生存中は山名義典子やその子供は重用されたんですけども、まあそれ、見てもらいましょうか。その14ページ、誰と言いますと、14ページを見てもらいますと、その